今日もトレーニングです。おー、ロハコさんいらっしゃい。ロハコさんセコンドよろしくね。 OK、 ちょうどいい。よかったよかった。ロハコさんお願いしますね。ロハコさんに会いに行こうかな、明日あたり。なんか最近ロハコさんに会ってねえもんな。またコラボしたいよね。ねえ、ロハコさんいつ暇？暇の時ちょっと調整してなんかコラボしましょうよ。ぜひ。外配信でいないんだ。そっか、残念だわ。またお互いスケジュールのいい時コラボしよう。ぜひ。コラボでいないのか。了解了解、 OK です。うん、了解です。今日体調いいな。昨日お風呂でよくマッサージしたからかな。超寒い。はい、ワドツトレーニングワークです。よろしくお願いします。練習です。今日もよろしくです。寒いなぁ、今日。めちゃめちゃ寒いよ。寒さがやばい。やらない。いや、そういうなんかネタっぽいの嫌いなんだよね。明らかに冷やかしちゃうん、それ。そういうのは嫌いですね、僕は。マイケル・ムーアは志があるじゃん。その、なんつうの、誰から構わずやればいいってもんじゃないと思ってるよ。そこは俺は違うと思ってて。マイケル・ムーアはそういうことやってないもん。寒い今日。わかんないっすね。研究はしてるけどね、動画見て。相手がね、トレーニングの生放送あんまやってないんですよ。だ、対策が打ててない。だったら自分が強くなるしかないよね。俺はもうほら、ずっと生放送やって、トレーニング内容公開しちゃってるから、相手に情報を筒抜けたかんね。
寒い今日。強くなりたいって言うか、勝ちたいね、うん、負けたくない、勝ちたい、強くなりたいはあんまないかもしれない、負けたくないはある。え、寝技ないよ、ムエタイだもん。寝技ない。そうだね、3ラウンドはマジきついよ。でも寝技あるんだったら俺の方が有利なんじゃないの、多分。寝技ありだったら俺の方が絶対有利だよ。ないない。いや、負ける想像もあるよ、やっぱり。あるある、全然あるよ。勝てっかなみたいな。全然あるよ。ちょっと一回枠取り直すね。よっしゃ、やるか。口だけ配信者格闘技出ないやつ。ああ、そういうことか。いや、俺は他人と比べたりとか他人の生き方にコミットしないよ。自分が楽しいと思うことだけやりたいんだな。あんまり他人に関心がない。ドクトル X さん、ほら足が動かないとか言って騒ぐだけの個人とかいるやん。誰だかわかるねそれ。でもそれ本当に足動かねえからな。それ本当だから、フリじゃないから。じゃあいつも通り練習しましょう。いつも通り淡々とやります。ドクトル X さんを誰だ今の。いや誰だって、公園にいる人でしょ。じゃあ練習します。ラグすごい。じゃあラグチェックします。5秒後に手を挙げてください。5、4、3、2、1、手挙げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、8秒。カエルさん8秒。9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、
30、ドクトルさん31、長いね、32、33、34、35、36、37、38、38秒だね。なんだろうね、カエルさんすごい早かったんだけどね。更新してみて、そんな遅くならないはずだから、そんなに遅くはならないですね。そんなに遅くならないっす。何の格闘技？キックボクシングですね。キックボクシングです。こんばんは。マジっすか、すげえな。一度落ちて戻ってきた。オッケー、早くなった。おかえり。どうだろう、変わった、早くなった。ボクシングから極真ってまただいぶ変わりましたね。でも30秒ある。しょうがないね、大手がいっぱい配信してるからしょうがないよ。まあでも問題なく見れるんでしょ、30秒楽はあっても。大丈夫っしょ。モンダンが放送に来ないね。ドクトル X さん OK。 OK、 OK。 今日はまあしょうがないよ、回線混んでるんだよ、金曜日だし、配信者いっぱいいるから。カエルさん来てほしいですね、チルダ。ねえ、見に来てほしいの、応援してほしいよね、なんちゃんに。水がすごいよ、止まんねえよ。カエルさん花粉症では、花粉症ではないはずなんだよね、花粉のアレルギー持ってないんだよ。半袖？半袖じゃないよ、ジャージは着てるよ。だインナーが寒い、あのシルキードライだから。服持ってないからしょうがないんだよね。
マジか、今年から来たのかな。よっしゃ、じゃあ走ってきます。じゃあみんな今日もよろしく、コメント番長よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。行ってきます。今何分？16分。おはようございます。おお、どうも、お疲れ様です。風船ありがとうございます。アイテムありがとう。正義の味方さん、今日はひたすら蹴りやれば。いや、蹴りはね、ミットがないと、サンドバッグがないとやりづらいんだよね。そうそう、いつもの景色よ。カエルさん、いらっしゃい。まずい。
どうだろうね、精神的にはタフでありたいね。ここは新宿の中央公園だよ。どうしたね。新宿中央公園。近くじゃなかった？遠かった？今日足痛えな。
今日足のすねがすげえ痛え。今日足のすねやばいわ。いって。いや、足痛いんだよ、すねが。突っ張ってるっていうか。超痛い。初老やばいかな。シュールでしょ。マイケル・ジャクソンさんいらっしゃい。今日足めっちゃ痛い。よくほぐしたんだけど、超足痛い、今日。なんでだろう。
さん格闘技未経験かい。格闘技未経験ですね。馬さんさん無駄に高画質で笑ける。そうですね、パソコン配信なんで結構高画質だと思いますよ。それ結構出てますよね。ラスト一周行ってきます。リス、今日足やべえな、マジでやばい。お疲れ様です。どうもどうもです。すげえすねが痛い。今日走り始め調子良かったんだけどな、なんだろう、昨日ストレッチよくやったはずなのに謎現象ですね。すねがめっちゃ痛かったっす。次はそうですね、スパーリングですね。ストレッチの後はいつものメニューです。カエルさん痛いなら無理しない方がいいような。いや体調はいいんだよね、それが謎なんだよね。突っ張るのが早かったね。こんばんは、楽しんでてね。ドローンさん、サムネはどうしたの？風船ありがとう。みすけさん、ありがとう。
あ、サバか？本赤で来ればいいのに。本赤のサムネ好きだよ。あ、そうだっけ？マジか。
ついてたイメージだった。出なかったんだ。やりますか。じゃあ今から返します。シャドウ行きます。
はいはい。カエルさん足首寒そうだ。寒いね。玉浜さんそれぐらいなら家でもできるし。家狭くてできない。家狭くてできないよ。なおちゃんさんこん頑張ってるね。おお、なおちゃんいらっしゃい。ピックさんありがとう。はい、ありがとう。
23日みやびさん、ああそっか、記者会見だ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みやびさん、4ラウンド終わり。記者会見配信ないですね。やるのかな、弁当太郎さんやるのかね、記者会見。どうなんだろう、やるのかね。どうなんだろう。きついっすね、3分。まあでもね、相手もきついからね。全く同じ条件なんで。自分だけ苦しいわけじゃないから。やるしかないっすね。相手も全く同じ条件ですよ。
テル別に舐めてないでしょ。勝った方が正義でしょ。別に舐めてないと思うよ、テル。どこがどう舐めてると思うの？勝ったやつが正義だよ。格闘技の世界は。別に練習なんかしなくていいんだよ。俺はそう思うよ。余裕なんでしょ？32歳のおっさんぶっ倒すことなんか。頑張りまーす。そう、寒いっすね。頑張ります。ありがとうございます、浜浜さん。あざっす。シャックンいらっしゃい。相手のことはあんまり分かんないっす、ね。知らないっすね。自分のことで手一杯なんで。別にね、相手が練習したら自分が強くなるわけでもないし、相手が練習サボったら自分が強くなるわけでもないんで。花粉っていうかね、鼻炎っすね、ドローンさん。あ、フォローよろしくお願いします。ありがとうございます。まだ寒いね。桜咲いてきたけど。テルは強いでしょ。若いし体力あるし。でも俺は格闘技未経験だからよくわからん。ただ間違いなく言えるのは今の自分が弱いっていうことだよね。練習するしかないっていう。練習邪魔だね。すっごい邪魔。超煩わしい。ありがとうございます、浜浜さん。よろしくお願いします。よろしくっすー。もう桜咲いてるよ、東京は。あの、咲くのが早いやつはね。もう咲いてる咲いてる。じゃあ、5ラウンド目行きまーす。5ラウンド目行きまーす。
7ラウンド目いきます。今7ラウンド終わりではない。殴られんの怖いよ、痛いよ。バスケットボールをね、至近距離でぶつけられる感じだね。超痛いよ。残り3ラウンドです。顔面にさ、バスケットボール当たって鼻血出て痛いじゃん。あんな感じ。あれの小さいボールだけど、重さはバスケぐらいのボール。ボーンって当たる感じで。
奥さんに殴ってもらう。奥さんね、あんま最近配信出たからないんだよね。もう飽きちゃったみたいよ、俺の配信。配信が面白くないって。本当はね、練習手伝ってもらえるとありがたいんだけど、まあ、本人が出たくないのはね、無理してお願いする必要ないから。嫌なことをやるほど人生無駄はないですよ。楽しまなきゃ、楽しいことだけやんないと。吹き焼きサイドの方が絶対殴られるから、それそうでしょ。それ殴られるでしょ。毎日何時に寝て何時に起きるの？日によって違うかな。なんで？なんで？どうして？まあ仕事が、仕事の時間に。睡眠障害持ってるからさ。たくみさん全然やるよって、ミット持つよって言ってくれたけどね。へいし、寒い。今日めちゃめちゃ寒いよ。睡眠障害、精神障害者なんですよ僕。なんでか分かったらね、俺が一番助かるんだけど、医者じゃねえから分かんねえんだよね。すいません、下ネタ言って。了解です。お前のチェリーピンク、さっきから透けてるよ。これくらいにしときましょう。これがギリギリの下ネタですね。最初に空気入れたらダメ。ポンプ下手だよね、俺ね。ポンプ下手だった。掘りたいの？じゃあ、8ラウンド目いきまーす。もどきさん、ありがとう。
9ラウンド目いきます。9ラウンド目いきます。マジきつい。弱いっすよ。強くないっすよ。きついね。ラスト1ラウンド頑張りましょう。超きつい。ああ。
ラスト10ラウンド目行こうか。伝説の10ラウンド目行きます。頑張ります。きついね。頑張ります。応援ありがとう。応援ありがとうございます。見てる方もきつい。多分ね、パンチもら、俺のパンチが入るイメージがリスナーさんに伝わってるんだと思うけど、大丈夫だよ。画面越しに俺のパンチ届かないから安心して見てね、みんな。大丈夫だから。絶対パンチ当たんないから。イメージがね、俺のパンチがね、わかるよ。見てる方もきついよね。OK。じゃあ、最後、いきます。帰宅しまーす。どうも。you
ありがとうございます、引き当てさん。今の技はですね、僕、千葉県の成田市っていうところに出身なんですけど、はい、スカイライナーっていう風に呼ばれてましたね。僕のパンチが速すぎて。東京と上野の距離を35分ですごいスピードで走る電車があるんですけど、はい、本当成田京成スカイライナーっていう異名を持ってたんで、テルチャンピオンはせいぜい特急だと俺は思ってます。はい、快速を超えたパンチを見せてやろうと思いますね。はい、ありがとうございます。桜花火ありがとうございます。すげえこれ、桜花火超綺麗、かっこいいですねこのエフェクト。日安さんありがとうございます。いつもすみません、ありがとうございます。頑張ります。桜初めて見た、超かっこいいねこれ、うん、まあ一発目で失神ですね。一発目が失神で、二発目で失禁です。はい、失神からの失禁で行こうと思ってるんで。で3発目で脱糞ですね。失神、失禁、脱糞です。僕3発目まで入れますんで期待しててください。格闘技史上初めての、人類始まって以来の脱糞を見せてあげます。そうですね、成田は天才が生まれる街なんで。寒いね今日ね。宗教見てたけど勉強してるね。勉強っていうか宗教オタクなんですよ僕。でも仏教は本当面白かったっすね。仏教が一番しっくりきますね僕は。もともと座禅とかに興味があって、寺の禅寺を借りて座禅させてもらってたんですよ。そっから仏教とか結構興味持ったりして。ポンタいらっしゃい。瞑想とかね、子供の頃なんか神秘体験っていうか、その霊魂みたいなのが見えたりしてて、で今は全然見れないんですけど、そういう不思議な体験って何だったんだろうっていうのに興味があるんですよね。本当自分で何やってんだ俺って思うよ。自分が何なのか、何がやりたい人なのかよくわかんないけど、やりたいことは全部やる人でありたいね。いろんなこと体験主義者なんですよ。体験するのが大好きで、ワクワクをいっぱいしたいっていうか。体験に勝る真実はないと思ってるんで。死体回収やってるけど全然見れないんだよねみたいな。あれはね、神秘体験とか霊って統合失調症ですよ。だからないって思ってる人はないんですよ。であると思ってる人がそれを引き起こす現象なんで、例えば僕がその神秘体験って何とか、禅の明治境地とか何って、霊って見えるのって言った時、あの世何って言った時に、覚醒剤の末期の患者さんとか、体から虫が出てくるっていう幻覚を見るじゃないですか。
で、それを自分に置き換えてごらんって言うんですよ。要はあれって脳内麻薬が過剰に出てるんで、あれと同じ現象で、体から虫が這い出てきたら怖いでしょって。で、誰か取って怖い怖いって騒ぐじゃないですか。でも周りから見てる人は何なのあいつっていう、やばいなっていう。でも自分が実際にそれがね、なんかの拍子にドラッグでも何でもそうなんですけど、実際に起こったら怖いでしょ。それがメンヘラの世界とその薬物患者の世界。要は座禅もあれ脳内麻薬を勝手にセルフで出すんで、だから普通の人からしたら何それっていう、見える人は見えるけど見えない人は見えないっていう世界。それが僕の答えですね。僕は霊はいないと思ってるんですよ。だから人間の脳内で作り込むバグっていうのかな、霊力はあると思ってるんですね。思い込みの力。だからそれがマイナスパワーだから、それはよく例えるんだけど、ドラゴンボールの気とか、ハンターハンターの念とか、あとフォースとか、ああいうなんかファンタジーの世界をなんで俺らはすんなり受け入れられるか、ファンタジーなんだけどあるよねっていう前提で読めるかっていうのは、人間がもともとそういうパワーを持ってるから。なんでもいいんですけど。死体回収のバイトとかやってみたいな。死体回収っていうか、ホルマリンの洗うやつやってみたいんですよね。学生の頃からずっとやりたいって言ってて。あれ、いくらぐらいなんだろう。名古屋も花粉。マジっすか。今日なんか僕、花粉症持ってないはずなのに、多分花粉症になっちゃったのかもしれないですね。ハウスダストか。とにかく今日ひどいっすね。ぐずぐずです、僕は。まあ、練習の邪魔ですよ、この鼻水は。引き当てさん、名古屋なんだ。東京の人だと思ってた。勝ち負けより内容で。内容ね。かっこいい。かっこつけたいよね。一生残るわけだから、正直言うとなんかかっこよく決めたいよね。ダウンとかね、必殺技をね。でもそんなものはないってドルさんに言われちゃったから。そんなの当たるわけない。細かく綺麗なパンチを積み重ねていって、フラフラになったところのとどめの一発はあるけど、そんな最初からなんかギャラクティカマグナムみたいなのは決まらないよっていう。でもそんなパンチ3ヶ月じゃ打てないって言われて、だから堅実にジャブとかストレートが本当は必殺技なんだよね。だから言われるじゃん、フック打てとかアッパー打てとかコンビネーションとか。でも実際やってる人からすると、ジャブとストレートだけだよ最初の半年はって言われるもんね。和道がやってんの別に普通だよみたいな。最初はみんなフックなんか打たせてくんねえよアッパーなんか。ジャブも打てないのにさ、フックとかさ、高等技術ができるはずないもんね。膝対策は大丈夫なの？膝？首相撲？その距離になったら終わりだよ。そんな距離詰めさせねえよ。そんな、ね、やってないから多分そうなるんだよ。俺さ、ドルさんの膝とか体験してるじゃん。あんな距離で打ちちゃったら終わり。お互い危ない。もうどっちかやられちゃうから、膝なんか入ったら。超危ねえよ。ドルさんの膝体験させてもらったけど、あんな怖いもんねえよ。な、想像とね、実際の顔面に膝が迫ってくる恐怖ね、超怖いから。笑うぜ、ほんと。あ、死んだとか、ぐちゃるっていうのがわかんの。顔がめちゃってなるっていうのが。ぐちゃぐちゃになるっていうの、鼻つぶれて鼻血出て、
怖いぜ。相手が膝打つってことは自分も膝打つわけだから、どちらかっていうと相手の膝を打つっていうのもそうなん、避けるとかじゃなくて決めに行くね俺は。あの体格差とか体重差で言ったら絶対相手より俺の方が有利だから、パワーも絶対俺の方があるはずなんだよ。瞬発力とかスピードで言うとテクニック、なんだろう、そういう反射神経みたいなの向こうが上だけどね。帰る帰る、タバコ吸ったら帰るよ。ダメだ、鼻水がもうダメだ。体冷えちゃうね。でもまあ大丈夫よ、すぐ帰れば。アメスピ、アメスピ、俺アメリカンスピリットだよ。これ吸ってから他のタバコ吸えないね、本当に。これが一番うまい。メンソールもきつすぎないし、マルボロのブラック吸ったけどきついも痛いもん。あれ体に悪いわ。俺はもう JT のタバコ吸わないだろうね。そうなんだ、全然マルボロ、ずっとマルボロだったけどね。なんか地球環境のこと考えてワドアメスピ吸えって論破されたんだよ、リスナーさんに。でそっからリスナーさんのその人との約束でアメスピに変えた。タバコやめろって言われてたんだけどやめないっつってて、で、じゃあ分かったとっていう別の論法を仕掛けてきて、地球環境を汚すのはどう思うみたいな。でもね、なんかね、人間が地球を汚せると思ってる方が俺は間違ってると思ってるんだよね。なんか人間って傲慢だよ。あの、地球の質量のうちの人間がどれくらいしか使えないかっていうのをさ、だから地球ってね、汚せないんだよ。長い目で見ると。だから地球が汚れるっていう概念も人間が作ってるから、騙されたらダメだよ。まあゴミを捨てるのは倫理的に良くないとは思うけど。地球がっていう言い訳が嫌いで、人間がゴミを見たら気分悪いじゃんっていう言い方をしないと俺は良くないと思ってて、大人が嘘をつくのはダメだよ。何なんだろうな、この2時間持つ日と2時間持たない日があるんだよな、バッテリーが。なんでなのか全然わかんねえわ。マントルまで数千キロだっけ、ほんと表面だけなんだよ。そう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 、だから石油が枯渇するって言ってるけど、あれは違くて、今知ってるその採掘の石油が尽きるかどうかの話で、その油源がどうなってるのかっていう仕組みをまだ解明できてないのよ。だから空っぽになった油田が埋まってきたりとか、要はマントルから吹き出してきたりとか、よくわかんない現象も起こってるわけよ。だしそのエネルギーが枯渇した時に次のエネルギーができるっていうのはもう人類の歴史なわけじゃん。そう、だからなんか平和活動家とかいろんな人がいるけど、なんか本当かよっていう、どれも本当かよって言って見てるね。だからといってそのなんつうの、使いすぎは良くないとは思ってるけど。
番汚しやすいのが大気なんだよね。水も実は汚すことは結構難しい。あれだよ、例えばタンカーがバーンってやって海が汚れるって言ってるけどさ、海のデカさ知らないからそういうこと言えんだよね。その撮影してるさ、難破した船の周りだけはさ確かに汚れるんだけど、あの海全体が汚れるっていうことは不可能に近いよ。だから地球に生かされてると思ってるから俺は。あと日本はね、農耕向いてないっていうのはね、それ世界と比べたら土地の面積がっていうけど、世界的に考えてこんだけ砂漠がなかったりとかずっと雨が降る国ってないんだよ。よく平地が少ないから山ばっかりだからとか言うじゃん。あれ嘘だよ。日本で世界的に超恵まれた、だって種ばらまいたら勝手に生えるぐらいさ、気候がいいね、超豊かな国なんだよ。おー、クワッツさん、久しぶりでーす。どうもどうも、試合しますよ。毎日トレーニングです。今練習終わったところっすね。こんばんは。なんかね、賢い人の嘘に騙されたらダメだよ。賢い人は嘘つくのうまいから。日本に雨は困らない。そう。黄金の国ジパング。そう。だから日本って超世界的に超恵まれてんのよ。だから、あの世界的にさ、だって縄文時代ってどんぐり拾って採取だけで生活してたっていう国ないんだよ、他に。聞いたことないでしょ？原始時代の頃って狩りとかみんなやってるはずなんだけど、日本の縄文人とかってどんぐり拾ったりとか、まあ狩りもやってたんだけど、しかもその敵が攻めてこないじゃん。超恵まれた国なんだよ。地形的に。独自の文化が発展してるって言ってもいいし。ただ、どんぐり拾って生活できたっていうことはさ、気候に恵まれてたってことなんだよ。ただ、アメリカとかとなんで比較するとまずいかっていうと、アメリカの場合大地が広大だから、飛行機からバーって種をばらまいて、スプリンクラーで水与えるっていうさ、なんつうの、パワー系の農業ができるのよ。それには勝てないけど、あの、日本国民が、その、なんだろう、自分たちの食い物を確保するぐらいはできると俺は思ってる。余裕で。だって昔やってたんだもん。でしょ。ただ人口はちょっと増えすぎかな。俺はね、日本はね、正直言うと3000万人ぐらいがベストだと思ってるね。人口はちょっと増えすぎ。鎖国はね、したかったんだけどできなかったんだよね。圧力で。まあそれも日本の歴史で。逆にね、何百年も鎖国してたっていうことが奇跡みたいなもんだからさ、すごいことだよ。俺は実は世界なんで旅したいかっていうと、世界を見たいっていうのもあるんだけど、日本が好きだから日本の良さを再確認してそれを伝えたいんだよね。もっと誇り持とうよっていう、自虐的にならなくていいよっていう、日本がいかに優れてるのかっていうのを確認したいの。俺らがいかに恵まれてるかって。ニュージーランドが300万人だからね、日本もそんくらいで。300万人はちょっと少なすぎる。3000万人ぐらいでいいと思うよ。うん、300万人はさすがに無理があるでしょ。経済もね、そんな肥大化させなくていいと思うよ。世界3位なのがおかしいぐらいなんだから。人口でこんだけ負けてんのに。今まで海外行ったことあります？アメリカに3週間ホームステイしたのと、サイパンに行ったのと、あとバンコク、タイに行きましたね。2カ国か。サイパンアメリカだから。海外で一番行きたい国は貧困国に行きたいですね。あのチベットとかインドとか、まあ、インド興味ありますね。あとやっぱ子供の頃行ったあのバンコクも
今見たらどんな感じなのか見てみたいですね。シリア、全世界行きたいよ、やっぱり。本当なのかなっていう、その世界が。北朝鮮って本当なのかなみたいな。意外と幸せだったりするんじゃないかな。だって、ね、年間10万人ぐらい自殺する国って結構異常だと思うよ。日本が貧困と思ってる国も意外と栄えてたりするよね。だってベトナム、栄えてる栄えてる全然。言っちゃダメ、なんで。なんでダメなの。なんか否定は全然構わないんだけど、反対意見と否定は全然構わないんだけど、根拠がないのは俺は結構信じれないんだよね。根拠が知りたい。根拠でその人柄が見えると思ってるから、根拠教えて、根拠。シリアとか、うん、シリアは、アフリカはそんなに興味ないんだよね。アフリカが経済にあんま興味ないのはなんとなくわかるんだよね。紛争地域危ないからやめておこう。まあ確かにパソコン持って配信するのは無理があるよな。こうやって。こうやってさ、シリアでさ、はい、シリアです、どうもってよくわかんないよね。ちょっと難しいかもね。そこは考えるよ。命が狙われるだろうね。外交のカード、外交っていうかまあ人質だよな。日本に圧力かけられるもんね。シリアは好奇心だけ行く国ではないでしょ。日本人何人も死んでるんじゃん。まあでも行きたいなとは思うよ。希望ね。もちろん危ないのは分かってるけどさ、希望としては行ってみたいよね、やっぱ。寒いな。今日何だったんだろう、ランニングの時すね痛いの。体調良かったのにな。配信会が変わるけど危険。まあ危険は危険だよね。アフリカ暑いのかな、どうなんだろうね。ちょっと待ってね、一回あのコンビニ入るから。欲しいものが売ってなかったですね。欲しいのが売ってなかった。ヨーグルトドリンクがタンパク質多いんですよ。運動後はヨーグルトドリンク飲むようにしてて、運動した30分後が一番吸収がいいんだって。確かに紛争地域からの配信は不謹慎だけど、ものすごい注目される。どうして不謹慎なんだろうな。なんか、
俺は不謹慎だとは思わないけどな。なんかでも不謹慎だと思う人はいっぱいいると思うんだけど、逆にその情報統制する方が危ないと思ってて、なんか他人事他人事になるのが嫌なんだよね。むしろガンガン移すことによって戦争を止めようよっていう運動になると思うんだけど、どうなんだろう。注目されたいとかじゃなくて、それを世界にリアルを知ってもらうことすごく大事なことだと思うんだよな。ジョーブログね、でも生放送の方がリアリティあると思うんだよな。やっぱ配信ってさ、隠せちゃうからさ、どうしても。ジャーナリズムっていう大それたものじゃなくて、せっかくこんな便利になったんだから、なんか自らタブーを作る必要はないんじゃないかなっていう、思っちゃうかな。袋いらないです。はい、お願いします。118円です。はい、500円お願いします。はい、はい、ありがとうございます。多いやつ、いちごのヨーグルトがなぜか一番多くて、タンパク質の量が 7.2g。 なんかダルビッシュがなんだっけ、ライザップが売ってるドリンク、5000mg 配合って書いてあって、タンパク質これただの 5g じゃねえかっつって、詐欺だよってタンパク質 5000mg は笑うよね。これだったら 7000mg だから。いただきます。ジャーナリストに任せよう。なるほど。まあ確かに配信回さなくても別にいいよね、勝手に行けばって感じだもんね。KB。 ドレさんにこれ飲むとね、甘いの飲んでんじゃねえって怒られるまた甘ったるいの飲んでるっつって。違うんだよ、リーズナブルにタンパク質を大量に取れるのがこれしかないコンビニだと。 KB。うまっ。
鼻が。クレイジージャーニー面白いよね。俺もクレイジージャーニー大好き。まあ、本当面白いと思うよ。藤島社長似てないでしょ。全然似てないと思うよ。よく言われるんだけどね。むしろあの漫画あんま好きじゃない。俺マグルメガネに憧れたのはね、ハンターハンターのレオリオがきっかけだから。もっと中二病だから。牛島くんなんてそんなねトレンディーな漫画読みませんよ僕は。じゃあ家配信に切り替えます。皆さんお疲れ、おやすみなさい。家配信に切り替えます。引き続き雑談するんで見に来てください。おやすみなさい。寝る人は雑談枠でさ、雑談枠。あれ鍵どこだ。おつおつ鍵。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。